プロボクシング WBO アジアパシフィックスーパーライト級王座決定戦が30日、東京・後楽園ホールで行われ、井上尚弥のいとこで、元日本、WBO アジアパシフィック同級王者、井上幸輝、31イコール大橋、がアブドゥラスル・イスモリロフ、26ウズベキスタン、に10回2分11秒の TKO 勝利で王座に返り咲いた。 ラウンドごとに構えをスイッチする変則的な相手に序盤は苦戦も、10回に右ボディでダウンを奪うなど、この回だけで3度のダウンを奪って逆転勝ちに成功。約3年ぶりにベルトを手にし、めちゃくちゃ重いです。僕が前に出て打ち合う姿は珍しいと思う。ある意味ブレイクスルーできたと思う、と笑顔で話した。8回にはロープサイで連打を浴びるも最後まで意地を見せ、 本当に諦めそうになったが、ここで諦めたら引退前と同じだと思った。死ぬ気で自分を変えようと思った、と5月からコンビを組む鈴木トレーナーのもと、精神面の強化が激勝につながった。この日はいとこの直哉もリングサイドから声援を送った。ただ試合前には、直也からあんまり何も言われてないです。それより幼なじみのデビュー戦。 山口誠也、日記を取られて、僕の方を気にかけてくれなかった、と暴露。これには直哉も苦笑いを浮かべていたが、直哉の声って一番届くんですよね。諦めるな、と声をかけてくれて力になりました、と感謝も忘れなかった。試合後、直哉は所属事務を通じて、すごくタフな試合でした。最後は気持ちの勝負でしたが、 ヒロキの気持ちが最後まで切れずに相手の心を折ったと思います。またヒロキのもとにベルトが返ってきたことが何より良かったと思う、とコメントした。